よーしよーし、じゃあ天子取り行くか。天子取り、ゆうや和骨、コナ和骨、ゆりちゃん和骨、テリー和骨、モコ和骨、なぎ和骨、しばゆう和骨、しおちゃん和骨、うーちゃん和骨、シャル和骨、ダーパン和骨、ミク和骨、ココロモ和骨、チェリちゃん和骨、ユミ和骨、タケノリ和骨、ちゃんあや和骨、ハクシモ和骨、こんばんは。よいしょ。エリモ和骨、こんばんは。こんな感じ？よいしょ。リオンも和骨、ミホ和骨、KR も和骨。コメント遅延ありありだね。なんかね、遅延がありありじゃないと画質がね、もっざもざになる。わし途中から見てないから不安でしかない。じゃあそしたら多分ね、時系列的にちょっとちょいちょい説明しながらっていう内容に話していくよ。じゃあそしたらハオも和骨、こんばんは。前回やったのがクレオパトラもいらっしゃい。センキュー。スロー終わってないよ。てかスロー全然してない。寄り道全くしてないんで、今回はリトモ和骨、今回はちょっと寄り道をしつつ、寄り道後半でもどうなんだろう。まあちょいちょいストーリーがね、かなり気になるのよ。青汁も和骨、ちょっとざっと話すと、とにかく最初この一番左側に写ってる人物、ジン和骨、春日一番っていう、主人公がいるんだけども、その主人公が最初普通にヤクザの業界に入ってたんだけども、その頭の人がね、なんかちょっと身内でちょっとやっちまったんだよ、相手の組の人。しかもそれかなりまずいからお前代わりに刑務所行ってくんねーみたいな。っていうことになって、で刑務所入って18年入ってたのかな。で出てきたら現代の2019年、もうスマートフォンとかある時代になってて、状況が分かんねえ。じゃあ俺は組に戻ろうと思ったんだけど、組の状況も変わってて、なんじゃこりゃみたいな。でホームレスの人と出会ったりとか、あとは元警官の人と出会って、今仲間が3人なのかな。で4話の今後半に来てんのかな。で最終的にその横浜にたどり着いたんだけど、その横浜の、浜のヤクザの人の悪事を暴いてっていう流れがこの流れ。ヤンパスモアコツ、詳しくは前のやつを見てくれ。詳しくは龍が如くはムービーは見れるんだけど、そこはね配信ができないんでちゅうように、詳しくは俺のアーカイブを見てくれ。みゆき和骨、 OK ですか。ここまで OK ですかい。以上でございまするけども、何か質問等あるのであれば僕が何でも答えますんでね。そう、今は俺は横浜にいる。浜にいますね、俺は今。浜に。じゃあ、やっていこうかね。今日はちょっと寄り道しつつ行こうかなと思ってます。パチンコ。でもこれなんかこのゲームね、すごいところがさ、なんかパチンコはパチンコで打てるんだよ。すごくね。カズコも和骨、サトチンも、ニャンパスも和骨、こんばんは。だから、パチンコ打ちます、今から。ちなみにパチンコわかんない方いるかもしんないんですけど、パチンコ打ちます今から。あやかもこんばんは。よっしゃ、じゃあ行こうぜ。今からパチンコ打ってみます。ゆめのちゃんは最終的にお父さんがいるんですけども、そのお父さんを詳しくはアーカイブの方を見てください。詳しくはアーカイブの方を見てください。大原、マリコも和骨、パチわかりません。アナザーゴッドハーデス、パチスロ蒼天の剣、ミリオンゴッド、パチスロ猛獣王、どれがいいんですかい。いやちょっと一回最初打ってみたいじゃないですくわ。Y ちゃんはこつこんばんは。一番最初打ってみたいじゃないですくわ。ゴッドハーデスつか蒼天の剣ミリオンゴッドが文字をどれを打ちたいんやみんなどれがいいんや一回だけ打ってやるから。最初はちょっとこれやってからのストーリーモードをやっていこうかな。どうなんだろうね。アーカイブっていうのは俺が前にやってたあの録画ってことやね。それを見てくれたらいいよ。蒼天ハーデス全部ハーデス行く。じゃあアナザーゴッドハーデス行くわ。じゃあなんか設定があるんですけどこれどういうことですか。これ設定12345 6ってあるんだけどこれ設定どれにすればいいの。じゃあ間を取って5人当たりにしとくか。設定がわかんねえんだよな。設定って何の設定なんだか俺によくわかんないんですよ。僕パチンコとか打たないんで。俺が最後にやったパチンコは海物語だったんですよね。あとオス版とか、あとはそのなんだあとなんだか吉宗か。はいメダルを借りますか。50枚はい当たるの。じゃあ今からパチンしますねこれ。じゃあ何とりあえず最初はわかんないんでとりあえず金をぶっ込めばいいんだな。よし行こうぜ。50枚どうぶっ込むのこれ。ああいけた。これ目押しがあるんでしょ。しかもレンレンまこつ目押しがあるんだろう。ギャンブラーになってるんで今。どこまでこれはさどこまでこれはあれをすればいいの。当たりやすい確率が高いのは設定が6なんだ。あそうなんだ。へえ俺その確変に入ったとかさ全く分かんないんだけど。とりあえず今は回せばいいんだろう。音部長は何これ。なんか変なボタン出てきた。ゴッドは目押し不良な。あそうなんだ。へえゴッドはないんだね。やべ俺今パチンカスになってんだわ今。俺さ今これは何が面白いのかさっぱり俺には分かんないんだけどなんか演出が派手なイメージがあるんだけどこれまだ演出もどこら辺にこうリーチが入るのか全くわけわかめなんだけどどういうことこれ。チャンスまあとりあえず回してるけどあと何回ぐらい回せばいいのこれ。これ下と上どっち見てるの。下と上とかあんのこれ。俺は一応今下見ながら上見てるけど確変してんの。なんか前触れがあんの。例えばどんな前触れ。なんかピカ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 みたいな。今スロッカスしてる。割りかしスロッカスしてる。当たりが近い状態のは今のボタンの演出なの。適当でいいの。俺メダルもうないんだけど誰かちょっと一万円札貸してくんない。上の演出60回回せ。今俺何回回して26回か今。ミッションステージちょっとみんなちょっと1万借りるわみんな。ハーデスの場合設定が6ぐらいなら 252.9 分分の1の確率 252.9 うんちょっと待って俺は今何をどうなってんだかさっぱり分かんないんだけどとりあえず今回してるけど今34回目かな。お雷来たぞ。ダメか。7はこっちプッシュプッシュ激アツ。これなんだ来てんのこれ。なんだちょっと待ってどういうこと。前で全長がわかんないんだけど、どういうこと？当たってんのこれ、当たってんのこれ、おめでとうございます。当たってんのこれ、今現在当たってんのこれ。ケルベロスっていうのが出てきたんだけど、なんだエアはこっち15枚じゃん。Vハサミはそこそこ熱い。全然わからないんだけど。残念。え、何が残念なの？え、これ当たりじゃないのこれ。どういうこっちゃやろなこれ。今これはリーチが入ってるってこと？核変が入ってるってこと？アイニアンワコツ、めぐみもワコツ、多分さっきの V5V の時点で当たってた。当たりだけで犬が一番ダメなの。犬って何？犬って何？犬以外にいんのこいつ。7揃うといいことあんの？ちょ待って、7揃えて15セット。犬以外になんかいるの？今当たり中？音声解読者、ちょっと待って、俺全然わかんないんだけど、とりあえず今引いてるけど。おお、シュタンさんもワンコツいらっしゃい。犬が一番ダメなの？何が一番いいの？じゃあ逆に何が一番いいんだ？犬以外に何がいるんだ？わからねえ。ケロベラスが一番弱い。誰が強いのじゃあ？どういうこっちゃい？なんだこれ、ハテナ出てきた。さっきのケロベラスは大当たりゲーム数を増やすとメダルのあれか価格が変わってくる。今何回転してんの俺今？え、また今何回回してる俺？ハーデスが一番強いの？左の一番下にハーデスってやつ。ああ、はいはいはい、そういうことか。この左のやつってそういう意味なのか。なるほどね。ハーデスだからハーデスなんだ、そういうことね。ってことはこれ今現在、じゃあそしたらリアルでさ、パチンコこれ打ってる人めっちゃ今うずうずイライラしてんじゃないの？素人がつってなんか見てそう。全然わかんないよね。俺らの吉宗の時代だからさ、今何の演出がなのか全くわかんない。え、これ目押しが必要ないって言ってたよさっき。でも加藤吉和骨、ハーデスっていう鎧着たやつが一番強いんだ。それ出てこないよ。これいつまで続くのこれは。777増えてる。スロットの左上に注目。左上、はい、スロットの左上。この間ラスベガスのカジノでスロット来て当たったらハマっちゃう。あと10、あと10 9 8 7。4、3、これ2か、あひ右上、俺だってメダルだって233あんぞ。増えた、え増えたのこれ、あそういうことか。左上のあの回数が三好は君いらないんだ。ボンちゃんはこっち頼む。なんかよくわかんない、あなんか始まった、えなんだこれ、戻ったってこと？今俺はどこにいんの今これ。ラストって書いてあるところが残りのゲームの数か。そういうことか。ラストって書いてあるね。はいはい、じゃあこれ残り30いくつかってこと？当たり終了？えじゃあもうこれ終わり？これ上乗せ？普通になったってこと？上乗せになってるから10プラスになってるってことなんだ。やべえ、これやってるとなんかエヴァンゲリオンやりたくなるよね。連チャンチャンス、なるほどなるほど。頼むかそのハーデスってやつをちょっと拝ませてもらいたいわ。あ終わった。メダルがあと200しかない。これ多分もうこれ引けないんじゃないか。32回手を回した方がいいんだ。多分これ引けないんじゃない。もう多分俺200切ったぞ。ハーデスってなかなか出ないんだ。蒼天の剣打とうで、蒼天の剣も分かんねえもんな。じゃあメダルなくなったら想定の球打つか。やべえ今日パチンコ配信になってんぞこれ完全に。次の台、じゃあメダルなくなったらちょっと待って、じゃあメダルなくなったらじゃあ次の台行こう。どうせあと186しかない。なんかこれ絶対出ないでしょもう。出ないね絶対ね。パチンカする。あと1万だけだよ。あと1万だけだよ。みんな大丈夫だよ。勝ったよ勝ったよ。出る間違いなく出る。あ姉ちゃんコーヒー持ってきて。姉ちゃんコーヒー持ってきて。タバコねえよタバコ切らしたわ。ちょうどみんなコーヒーガールの人にちょっとコーヒー持ってきてくれるようにちょっと言ってくんね。ちょっと手離せねえからよ。あんちゃんちょっとこうタバコ買ってきて。タバコ買ってきてあんちゃん。これ絶対当たんねえって。これ確定演出もわかんない。何が起きてんのもう何が起きてんの雷は4回連続引くと当たるの。当たる気しねえんだけど普通に当たる気しねえんだけど普通に闇カツのパチンカさっぱりわからない。おうわだらいわこつ。これもう俺もうこの台抜けていいこの台抜けていい。あ多分天国が抜けた。じゃあもうこれ抜けていいじゃんこの台。蒼天の剣に向かって、蒼天の剣いい？じゃあ抜けるよ。さいならさいならもっと演出。じゃあ冬砂持ってこい。冬砂持ってきて。冬砂やろうぜ。あ、それか必殺仕事人あたりやろうぜ。ちょっとパチンコ、ちょっとこの蒼天の剣行ってみるか。蒼天の剣は北斗の剣の前の話ですね。霞剣士郎のやつか。内容は知ってるんで、俺漫画コミックス持ってるけど、ただパチンコはわかんねえ。じゃあということでみんな1万円貸してね。サンキュー。やべえ、なんか北斗の研修がするわ。そのママが好きなやべえ、何が熱いんだかさっぱりわからねえ。これ左のカチャカチャしてんの、これなんだ、これ開くの、これ開くのか、これ開いた。私はどうしてえ、蒼天って目押し絶対なの？これ無理なんだよそれ。ケリア、俺ね、目押しできねえよ目押しできねえマーク合わせないとマジで言ってんの。ちょっとマジですかい。目押しって確定が入ったら目押しすればいいだけの話でしょ。今はまだ必要ないでしょ。蒼天は揃えたらダメなやつあるらしい。さくらんぼ、スイカは揃えなきゃいけないんだ。スイカを揃えろ。でこれベルしか当たんねえよ。一番左にさくらんぼ狙い。さくらんぼを狙え。通常時青バー揃えたらあかんの。専門用語飛び交いすぎて全く分かんないんだけど。あととりあえず回してるけど、赤さくらんぼ狙い、緑スイカを狙う。くそー。お、なんか始まったよ。なんか始まった急にと思ったけど終わったわ。ベルしか当たんないっすよ。水色のバーを揃えたらダメ。はい、あ、みんな1万円貸して。ありがとう。揃わなくねこれ絶対。水色のバー揃えちゃダメなんでしょ。チャンスだぜ。何がチャンスなんだマジか。早くさくらんぼは左リールにロイバー。じゃあ大丈夫、俺どうせみんなリスナーさんみんな俺のポン用だろ。ちょっとこれ絶対当たんないって。これあと何回転すればいいのこれ。よし集まるお前ら。ほらよ、うん、お、なんか数字が出たぞ。上になんか数字が出た。赤色の演出は赤さくらんぼ。やべ、青揃えんのだけはうまいんだよ俺なんかしない。これがチャンス。待って、チャンスを無駄にしてる。 25% の当たり。ちょいちょいちょい 25% で、あ、みんな1000円貸して、ありがとう。後で返すよ、後で。みんな1000円するよ。し、私はどうしたら。はい、こうしてください。ないどっちだね、橋本。揃ったよ。揃ったよ。これやったんじゃね俺。これやっちゃったんじゃねこれ。これやっちゃったんじゃね。え、青と黄色は勝手に揃うの。よし、ほらよ。うん。玉麗じゃん。玉麗さん。インフォ大勢。あと6回しかないですけど、先輩。あと6回しかないですけど、これ本当確率当たるんですかこれ。あと4回しかないですけど、なんだか怪しい雰囲気だな。あだ田中はこつ。ちょっと行ってくるよ。これこれ本当チャンスなんですかこれ。俺もうメダルないっすよこれ。青文字。もうメダルあと16枚しかないっすよ俺。ここ一番いいステージ？本当？あと10枚しかないっすよ俺。あ本当これ。なんか来た。なんかまた入っちまったよ。やべえ、これちょっと俺スロッカスになっちゃうよこれ。みんなストーリーモード気になるくない？ちょっとこれ龍が如くだって忘れてるやってるよこれ。あと1000円だけ、あと1000円だけ、あと1000円だけ。私は紫玉の数字がなく、あと9回しかないよ。あと8回、あと8回しかない。あと7回、あと6回。玉麗さん。あと4回しかない。いやこれもうこれ やめようぜ。もうそろそろストーリーやるか。ジャイスロッカスしとるやん。せやな。あ、これで終わりだ。ああ、これで終わりだわ。終わりました。皆さん終わりました。じゃあ上の数字なくなったら終わりますか。上の数字なくなったら終わりましょう。あと1413、あと12回。やめれない方がいいのここ。だってあと10回しかないよ。あと8回しかない。ベルしか当たんないし。あと6回。残り4回。そろそろみんな車そろそろ温めとくか。これ絶対出ないって。これ絶対これ目押しできないんだもん。だって青を当てるんだよね。はい、終了。メダルがなくなります。私はどうしてメダルが残り9枚でなくなります。あと6枚です。あと6枚です。あと6枚です。あと3枚です。これでラストです。ということで、蒼天の剣は出ませんでしたということでね、そういうこと結果になりましたけどもいやわかんない、所持金減ってないと思うけど出ないよ蒼天の剣。これ負け組だよこれ。さあということで始めましょう続きをね。これでいいのかな。1000円。んああ、後で返すよ。後で。うん。後で返すよ。後で返す。後でね。まあ、そのうちね。そのうち返すよ。そのうち。ああ、今度当てたら返す。そう、当てたら返すよ。スロッカスの言い訳。ああ、次当てるから、その時返すよ。よしやりますか。どれ3章か今ってことは今4章に行くんだな。じゃあ俺ストーリーみんな覚えてますしゅ。いくら俺いくら使った先っす。失礼します。そうだったわかんないわ。パチンコここにもあるぞみんなここにもパチンコあるぞ。覚えてるこれみんな。チンピラめちゃめちゃいるやん。みんなで作ろう明るい未来やで。横浜今俺は横浜にいます。今俺はよしあのチンピラに絡みに行くのだるいな。チンピラと絡みに行くのはちょっとだるいっすね。うさばらしいや。うさばらしいや。ヤクザやないかい。ヤクザやないかい。そういつの間にか3人に増えてるんですよ。はい、深澤君おやすみ。はい、はい、沼田君おやすみ。俺の番か。おい、今看板が邪魔だったぞお前。難波さん出血しとるやないかい。難波さんの無料ダウンロードコンテンツ出たのマジで。おい、若手ヤクザ君おやすみ。おい、大場君おやすみ。とりあえず400円だけ返すよみんなに。とりあえず400円だけ返すわみんなよろしく。さっき俺5000円ぐらいちょっと使っちゃったけど400円返しておくよ先に。ドン・キホーテないよね今回ね。ウェルシアみたいのあるよ。ウェルカムだけどあれよく見たらアプリの戦い方。そうなんだよあれ。今まだ止血してんのかな俺。待ってね、多分ね止血してないかなまだ。タバコも買えないしょうがねえじゃん。だってヤクザなのに400円しか持ってねえんだもん。だって俺のせいにしないでください。じゃあベルシア行くわ。じゃ薬買ってくる。ちょっと待っててみんな薬買ってくる。おきよしもうわこっち。とりあえずねハンドクリームの方がいいんじゃね。うまい棒買う？買ってくれ。待ってブリーチ売ってねえの。ブリーチ売ってねえな。ブリーチ売ってねえか。これティッシュ230って高すぎない？すいませんどいてもらっていいですか。すいません。これあれじゃんサプリメントやんお前。これどう見たってもサプリメントなのこれ。どうしよっかな。何買ってくればいいみんな。何買う？耳かきでも買っとくか。お健康青汁やんお前。これ健康青汁新鮮青汁って書いてあるし。これ育毛剤2回いけねえし。これ2回いけねえんだけど。マジ店長そんなに怒ってんの。お瞳の洗浄液ディルはこっち。ビタミン買うか。待ってね。てか店員いねえじゃねえかお前。おい店員がいねえよ店員さんがいないよ店員さんが。モカモはこっち。店員さんがいないよここ。ダメだよこれ店員さんがいないもんだって。あ少数あったわここにあった。この匂いを消すやつあったでしょこれ。コンタクトレンズこれ電話すなお前。このとこ店の中のお前迷惑だろお前。あいた。すいませんパブロンください。パブロンください。パブロンいらっしゃいませ。パインやめ7個サントリー。これ MP 回復すんじゃんこれ。買っとこやったぜ。であと7個あるからこれも買っといて10個にしとけばいい。やったねーありがとうございました。けいちゃんはこっち。よし OK。 マスクないんで残念ながらマスク売り切れだわ。勘弁してくれよマスク売り切れとかも。どいて。ごめんわざとこの辺だっけ。どいて。おいまたチンピラがいるんだけどあそこに。どんだけこの町治安悪いんだよ。そこら中チンピラだらけなんだよ。おいてめえよおい。ムカつく顔してんな。放射しねえぞ。うらかかってこいや。なめんなよ。見てろよ。やってみろ。うりゃー。はい吉永君おやすみ。誰だよお前。原田誰だよ。これねちょっと待って。下村君おやすみ。下村君かな。こいつ何なのこのビッグシザーズみたいな。何なのあの構えは。気持ち悪いな。足立くん、原田くんおやすみ。甘いですな。はい、奥野くんおやすみなさい。ボブカッターのこいつなんだこいつ。はい、岡野くんおやすみ。300円返したわみんなにね。300円返すわ。行って誰ここのとこにもう原付置いたやつやめてよ。この辺かな。俺ゲーセンに行きたいんだけどさ、みんなさゲーセンまだ行ってなくね。あの UFO キャッチャーやっただけじゃね。ちょっと後ほどゲーセン行こうぜ。てか賭博はどこ。お疲れ様です店長。いろいろあったんですが、とりあえずはなんでだよ。なんでだ。自殺に見せかけたあれかな。ここでストーリー終わるんかい。なんか絶対これさ自殺に見せかけたやつじゃないのこれ。矢さんがなんかやったくない？他の何組だ。そう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 、なんか自殺と見せかけた他殺みたいなさ。事件の匂いがするぜ。あの店長ね、いい人そうだったんだけどね。俺やってねえし、俺なんならパチンコ打ってたし、俺にアリバイがある。それをみんな知ってるはずだ。あのずぶとい野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのにどいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今風営法が厳しくてな。学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドはほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。なんで自殺なんかしたんだろうな。そこはわかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。でもなんか3000円だけあったよな。意外と真面目だったし繊細な人だったのかも。真面目で繊細な人？そうかしらね。菜の葉さんか。そっか。お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。ていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシーじゃん。バカ、店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。なるはさん、君がお父さんを引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。かっちゃんこんばんは。自分で死ぬわけないでしょ。なのはさん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。ああ、おいおいおい、なんだ。あ、違うって何が？私の名前はね、サエコ。名前はサエコって？ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ？私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん。まだわかんない？じゃあそこのメガネはわかった？メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えりゃ双子だろ。大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、菜の葉は妹なの。で、あんた姉のサエコか。なるほど。じゃああんたもその風俗嬢なのか。風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか。あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか。最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった？そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも知らなかった。兄弟だろ。それにあんたが先にキャバクラにいたのにどうしてだ。複雑な家庭事情ってやつのせいでね。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。絶縁状態だったってことか。うん。でもある日妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ店長はそこで2人は身内だって気づいたんだろう。そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だから菜の葉には会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でも菜の葉がソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。ああ、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でも菜の葉に内緒にしてほしいって言われて、ずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ。心配はねえよ。そっか。お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。だからお礼も言っとかなきゃと思ってさ、春日さんに足立さん、それと難波さん。名前知ってたんなら名前で呼べよ。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。分かってる。本当に感謝してるって。ありがとう。あんたその後菜の葉さんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うしな。あ、ちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな。電話か何かで？うん。だとするとそれ時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか？そう、死んだ当日。つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。なんだって。その上で言ってるの、あの人が自殺だったわけがないってね。あんた店長とはどんな話を？やはり多発だったか。でも誰がやったんだろうね。はあ？乙姫ランドのボーイさんが？そうなんだ。妹さんが親父さんを預けてた施設、清流会絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すとかなんとかで。ちょっとなんなのそれ。だいたい菜の葉がソープで働いてたとか、なんで教えてくれなかったの？ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上もうさっちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと？でも今私そんなにお金は、まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの？大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずの菜の葉のために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち？そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だあんたら。おお、ちょっと待て。何勝手に入ってんだ。店長、店長。老妈，老妈，他在这里。老妈。え、店長まさかの日本人じゃなかった。飲もう飲もうちや上々じゃちやわって言ってたよね今ね。ちよちょんちゃ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 ん餃子餃子ちゃんちゃんちゃん。それが店長との最後のやりとりか。そう。最後ドタバタしてたってのはなんだ？わからないけど多分中国語。かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん。店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろう。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら急に引き上げていったの。あれか、サエコさんだったな。偉人さんってやつか。ちょっとそのモノマネやってみてくんねえか。いいけど私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマーラオマーラオマー。どういう意味だ？だから意味はわからないって。いや、よくわかった。マジで？ラオマーってのはハンピン・リューマンの幹部の愛称だ。ハンピン・リューマンの幹部？偉人さんの？ああ、実際の名前はマブチ。マブチ。ハンピン・リューマンの幹部の名前を大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのは真淵の手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声で真淵にそのことを知らせた。彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあその真淵ってやつが野々宮を殺したのか。いやでもここは清流会の島だろう。偉人さんも冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。だからその掟が破られたとなると大事だな。大塚明夫さん、警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマーって言葉を。ラオマー逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。ん？どういうことだよ。偉人町の刑事でラオマーを知らねえやつはいねえよ。なんたって真淵は刑事課を丸ごと買収してるんだから。町の刑事を丸ごと？奴は偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費までまめまめしく世話してやってんだ。なんだそりゃ。もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、真淵に自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。なるほど、飴とムチってやつか。もともと偉人町の警察は肉の壁の中のゴタゴタには及び腰だ。その上真淵が相手で被害者がソープの店長とくりゃまともな捜査は期待できねえかもな。なあ、その真淵が怪しいとしてなんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。そう、これなんなのこれ。珍しいわね、あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。野々宮との電話詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。あ、そっか、この3人のための報酬か。悔しいのよ、なんか全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。ウボウバコツだから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって。七宮がいなくなって初めてそう気がついた。重苦しい厄介なもんか。でもそりゃ絆って言うんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だっていうの、そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だから俺らに会いに来たんだよな。オーケーオーケーって、ひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。お弟子さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言ってるぜ。じゃあ決まりだな。さっちゃん。一緒にやろうぜ。あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。トミーはこつよろしくな。もしかして仲間になるんかな。なわけねえか。かっけえやん。いや待てよ、なんか増えてる。なんか4人になってる。あー見ろ、最高を仲間に加えてやったぜ。初の女性キャラクターだ。戦えるのかなあ。戦えるのか。何で戦うんだろうね。いやんドラクエみたいになってるんで、これキャラクターをなんかおい中華街に行ってくるのか。よし行こう。やったぜ、増えたぜ仲間が。 HP161 あるんだけど。おお4人になってる。待って、これ他にも仲間増えそうじゃない？これ他にも仲間増えそうだけどね。しかもこれバックで戦うの。これバックで戦うのかこの人。おい厚ビーモアコツバックで戦うんか。もしもしすいません、もう近くまで来てると思うんですけど。あれ置いてきちゃってる。おお来た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 。道路があるんですよ、これ渡れないですよね、車が多すぎちゃって。お着いた。こっちか。バッグの中何が詰まって、待て敵いるし。助けてください。ん？おらおらさっさと金出せや。しょうもないチンピラ。しょうもないチンピラって。おいてめえら、しょうもねえことやってんじゃねえぞ。ああなんだお前は。またパーカーか。ああ来てくれたんですね。バイトヒーロー .com の方ですよね。山田たわこつ。バイトヒーロー .com サブストーリーでなんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。気合入ってんな。街のチンピラ。バックでどう戦うのこれ。この人はすげえ。何どうやったのかな。ハンドバックブローとボクササイズブローとかあるんだけど、ね、ハンドバック使って敵一体ダメージ与える、気絶状態にできるらしい。浅田気絶したやん。なるほどね。これボクササイズブローやってみて。これ強いな、強いな。なかなか鍛えたら結構強そうだな。地味に強い。またいい女になっちゃった。地味に強いんだがいいね。鍛えたら絶対強いやつだこれ。パクパク覚えてくれんのこれ。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー.com さん、頼りになるな。だからそのバイトヒーロー.com って何なんだよ。え、違うんですか。お待たせしました。誰だよ。バイトヒーロー.com のものです。誰だよ。んはっは、こいつが依頼のあった駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、ガンダムの最悪ですね。ああ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー.com の名にかけてすぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチンピラが。バイトヒーロー.com ですね。おお、いきなりジャブ食らわされたんだけど。えっ、ガードした。こいつガードしたぞ。ほら来いよ。レベル15か。こいつなかなか強いな。逃げるなら今のうちだ。おお。やってやろう。ってこれ強くない？こいつ。こいつなかなか強いで。なかなか強いよ。してみろ。やばい、足立がちょっと足立くんが。いいね、足立くんが気絶しちゃってんね。最後が強い。普通に強いんだけど。あのヘルメットもらえんのかな。欲しいんだけど。なんだこのチンピラ、強い。だからチンピラじゃねえって。そうです、この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた。 どういうことですか。バイトヒーロー.com でも結構金もらってるくない？だって4000円とかもらってたよ今。これでみんなチャラでしょ、チャラ。さっきの蒼天の件でちょっと負けたやつ。これチャラっしょ。あ先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよタグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私ヒローと申します。株式会社バイトヒーロー.com の社長をやっております。社長自ら。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていましてで、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す。ほう。困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだい？実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。ガンダムのやつだよな。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時にそいつらを撃退してあげるというものです。一丁は異常に治安の悪いどん底の町ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな、はあ、だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはやあなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動ですまさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだ。じゃあ俺は行くぜ。ああ、ちょっと待ってください。なんだよ。刺さったら痛そう。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか？バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか？それ石井さん倒そうぜ。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側、バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。おう、ハロー。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。わかんない。この結構なお金になると思いますし、人助けにもなる。いかがでしょう。この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。なんかさ、カプコンにさ、こういうゲームなかった？なんだっけ、横スクロールのゲーム。わかった。どれだけやれるかはわからねえが登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。ああ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。早速。バイトクエスト、バイトの依頼だってさ。なんかそのクエストをすることによってお金が手に入るらしいで、とにかく所持金とか。それでは町の平和を頼みますよ。ねえ。バイトヒーロー .com、 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。そのうちなんか桐生さんとかさ出てきそうじゃない。なんか絶対これなんか出てきそうだけどね。こんなことしてる場合ではないのだよ、私は。こんなことしてる場合ではないのだよ、私は。まだチンピラが言いますな、チンピラが。チンピラ。あれ？あ、もう着いたんか。スラム街かよ、ここ。完全になんかスラム街で。横浜と中華街。中華街の話をするんじゃねえ。お前の言う通り、中華街は駅の向こうにある観光地だ。昔からそこにあふれて追い出されたのが、今この辺にいる連中。島争いですかね。おう。あれでもさ、なんかさ、ちょっと話しよって申し訳ないんだけど、みんなこれ龍が如くのさ、確か0か1か2かでさ、なんか中華街のさ話出てこなかったっけ。確か0だったっけかな。その時になんかさ、その韓国か中国かのなんかマフィアがいてっていう話のくだりあったよね。それと関係ないもんね、これ。でも横浜だから関係ないのかな。高千穂骨。なんかそんな話があった気がするんだよな。おい。とりあえず探せばいいんやな、そいつを。どんなやつなんだ？顔に傷があるんか？会話の流れで探しますか。じゃあジャガだっけ名前。なんかね、いたんだよね、なんかイケメンでムキムキのやつ、細くて。あらすいまへんな。よし、一人ずつとりあえずお話を聞きましょうかね。腰が張るぜ。おばあちゃん、ここで写真撮ったら面白いのが撮れそうだなと思って。悪いこと言わないからやめときな。あ、おばあちゃんどっか行っちゃった。わお。続きまして次の違う人に聞きましょうかね。ここら辺の人に聞いてみる。いや、これ絶対喧嘩になりそうだけど。なんでタンクトップなん。お兄さんいいがたいしてますね。俺は毎日鍛えてる。うん、うん、お半品。舞台の王道。うん、おなんかみんな話しかけたらみんなどっか行っちゃうんだよ。あーごめんなさい。掘られそう。このクソ寒いのになんで肌これって今どの時期なんだこれ。よこんばんは。君はあんまんと肉まんどっちが好きだい？肉まん。じゃあ肉まんと中華まんなら？中華まん。そうかそうか。じゃあ中華まんと龍まんなら？龍まん？聞いたことあるよね。ママ、変なおじさんいる。はあああ。パチンコで無事に行くか。くそ。変なおじさん。もうこれはもう。口で言うよりも拳で語るしかねえな。また起きたぞ。いかにもってやつやな。ん？なあ。ちょっと。そうだよ、この人一番強いぞ。よ来た来た来た。ムチムチマッチョザティルナ、何を企んでるんだ。いやでは何かの間違いだろう。そうですよ。タンクトッパーとハゲが多いな、随分と。おい俺たちを嗅ぎ回る理由は何だ。正直に吐け。ああいいね。おいまたタンクトップ来たよ。これまたタンクトップマンだ。ちょっとよしかし本当にさて勝負しようぜタンクトップマンよ。タンクトップ大好きだよタンクトップマスター。俺の番ね。見てろよ。なめんなよ。よーし一人ずつ倒そうぜ。あっち来い。ほら来いよ。やめなさい。いやーこいつ倒しちゃおうか先に。よしおねおおお早い。こいつは強いかな。全部レベル14か。あー硬いね。逃げるなら今のうちだ。逃げるなら今のうちだって。やってみろ。見せてやれよ。顔が。なめんなよ。なめんなよ。こいつ倒しちゃおうぜ。なめんな。よし、一人ずつですね。これ以上はしてみろ。俺じゃ死にかけてるからパインアメを食べよう。よいしょ電気モリモリ。来いよ。なめんなよ。食らえ。タイミングよくさガードボタン押すのなかなか難しい。ほら来いよ。足立さんは大丈夫です。足立さんは大丈夫です。僕がねこの回復この癒しの粉っていうのをね使ってあげるんで。や足立さんに足立さんどこ足立さん足立さんどこ。これ足立さん足立さんかな。どうぞ股間に。よしあとこいつか。強いねほんまこいつは。俺の番だな。とっても強いね。よし一人ずついなくなってるね。俺の番か。逃げるなら今のうちだぞ。行くぜ。やめんな。これでやばい。女の体力がまずいな。難波さん回復がさできるからすごい役に立つんだよこいつは。はいどうぞはいどうぞ。めんな。さっちゃんなかなか強い。やろうぜ。よし、あと2人、あと2人いきましょう。あと2人やってやろう。よし、あと1人。うまい。やってみろ。あとこいつだけだ。ナイス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 。私の番ね。ナイスでーす。俺の番だな。はい、おやすみ。よっしゃ。またいい女になっ。お金も結構手に入ったし、装備もそろそろ揃えたいね。おい。タンクトップマンダメだね。なんか体だけが一丁前にいい体してるだけで。お前がくそ。ねえ。ちなみにね、このゲームってさ、ジョブチェンジってのができるんですよ、皆さん。おマジでカツアゲ野郎。んあー、はい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 。そうだ、見かじめ取ってたあのハゲか。またハゲか、これ。ジョブチェンジするとキャラクターが変わるんだよね、衣装。おっ、もう中華街はみんなスキンヘッド大好きやな。なんだ、フィリピンパブでも入ってったんか。カツアゲくん、なんかホームレスの時にさ、いたじゃん、あの迷路みてえな、なんかどっからスタートすればいいかわかんないような服着てたやついたじゃん、オレンジの。なあ、あっちは小さいタイプ。おい、よし行くぜ。回復は今のとこはとりあえず足立さんじゃなくてあれか、難波さんだけか。難波さんだけだね。あとでちょっとあれ買ってこようぜ、おにぎり。入れるか。4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って殺でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。スキルはね、使えないんだよね。ちょっと待って。ホステスの紹介があればいいのよね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか？いないわよ。でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？はぁ？ホステス急防。当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私、生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ。疑うっていうの？いえ、そういうわけでは。分かったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句、門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。分かってる。早く案内して。おい、マジで大丈夫なのか？敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。分かった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの？さすが。じゃ、うまくいったら電話するから。中華バブ、なんでうまくいくか？あいつを、さっちゃんを信じよう。中国語を話せるんかな？連絡待ち。あ、半ばから。何これ、絶対これ喧嘩になるやつやんこれ。グレードアップ。おうだってさ、武器グレードアップしてくれるって。行こうぜ。そいつはいいこと聞いた。やっぱ武器は強化すればね。よし、夜の街や。ゲーセン行きたいな。でもゲーセン行きたいな。ゲーセンないかな。さっき中国語わかんないって言ってなかった？言ってたね。両親が中国の人でもやっぱり中国語はあれか。お、青信号。でもこれゲーセンないんだよ。ゲーセンがフライドポテト見てたんだ、バカ野郎。おい、来た。広いもんだね。食い逃げのデブ。逃げるなら今のうちだぞ。食い逃げのデブって何？俺の番か。神山くん、でもさ、難波さん強くなったよね。どうした藤岡君おやすみ。一つ上の男。難波さんめっちゃ強くなる。フライドポテト俺見てたんだけどさ、広くないこれ。てかチンピラ多くねこれ。チンピラが普通に多い。遠回りするか。ゲーセンないしな。またチンピレいるよ、目の前に。めちゃくちゃ多いな。何見てんだよ。何も見てません。謝罪するまで無理です。これね、ヤクザ多いな、ほんまに。これ来た。やんのか。俺の番か。米山君おやすみ。でもさ、レベルが上がってくれたからさ、だいぶ楽になったよね、戦闘がね。装備もちまちまちゃんと変えてるし。何見てんだよ。何見てんだよ。お、着いたっぽい。こっかな。ここっぽいな。誰もいねえのか。おい、すんません。おや、なんか用すか。まさかの女性だった。バットを直してくれるって聞いてきたんだけど、あんたここの人。レベル1のヘルメットかぶってる。はい、沢すみれっす。こう見えても一応ここの工場長なんですけど。工場長、こんな若い子が。え、若い女が工場長じゃ不安すか。組はこつ。いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか。確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。 Z ソードみたいに刺さってたからね。まあ広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。んっていうか、もしかしてこのバットって勇者シリーズ。え、なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。すごい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 。ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か。ええ、こんなレアなものをいじれるなんて修理工冥利につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃー、じゃあ早速作業に入ります。連成上等って書いてある。よっしゃー、行くぜ。あああ、めっちゃいい感じ。よっと、よっしゃー、できた。何に出来上がるのこれ。すげえ気合いだな。私元ヤンなんで何でもかんでも気合い入れたがるんすよね。それより、はい、これお待たせしました。何に出来上がったの。黄金バットになった。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだなあんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんだけど。そういや、ガランとしてるな。経営あんまりうまくいってねえのか。あんまりっていうか全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前っすから。修理工なんて流行らないんすよ。それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作ってその返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。後ろの背中に何て書いてあるか気になる。ここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、連成を愛しどんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげえ腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、やべっすね。そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない。修理工もこの工場も仲間にしよう。あのよ、俺今がどういう時代なのかよくわからねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ったんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え？まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。熱い人なんすね。今の時代珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんが。さっきの言葉が本心ならまたいつでも来てくださいよ。バットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせます。ただ次回からは金取らせてもらいますけどね。ああ、もちろんだ。よろしく頼むぜ、すみれちゃん。次のバットの色はプラチナになるんじゃねえの、うん、シルバーゴールド来たらプラチナでしょ。どんなバットやねんお前。1回目はタダだったからよかったけど、2回目どうなんだろう。お、電話だ。面接うまくいったらしい。今から接客するからあなたたちもすぐ来て大丈夫。だって最高の紹介だって言えば入れるようにしておく。わかった。OK! Let's go! の前に一回見てきていい？この人の一回連戦見てみるか。武器強化、生産、釘バット。あ、なんか炎の角材とかあるでこれ。うん、攻撃力は下がるけどね。待って、何これ、ちょっとこれ欲しい。待って、これ1万すんだけど。ちょっと待って、これ欲しいんだけど。雷、これ雷撃のバット超欲しくね。そう、素材が足んねえな。あと汚れた鉄があと2つとサソリがあと5つ必要なのか。これも作れないなあ。これは作れるっぽい。これは作れるっぽいけど3000か。え、これ誰の武器これ。サソリって何これ誰が。ちょっと待って、これ多分ね、ブレスレット、ハンマーとかあるで。お金、なんか、え、これ欲しくないこれ。バスターソード。これバスターソード欲しくね。SNS でも評判の硬くて巨大なバーアイス。でもこれMP 回復。攻撃力、これ誰の武器。これ誰の武器でもないなこれな。このバスターソード誰の武器なんだこれ。多分ね、まだ他にもいるんだろうね多分ね。炎の角材、これは作れるんだよね。今俺攻撃力いくつなんて比較。あ、でもあれだね、今装備してるやつと弱くなっちゃうんだこれ。攻撃力が上がるのかなこれ。右側にこう、多分これ上がるんだよね多分ね。今より上がるってことだよね。首バットが31上がって、これが26上がって、これ42上がるのか。アイドルの武器。あん、じゃあまだ俺仲間にしてないってことか。そういうことか。じゃあこれまだ必要ないかな。下がってるよね、これ多分。これね、防具は、あ、防具は、防具も作れるんだね。これ作りたいけど素材が必要なんだね、これね。はあ、なるほどね。これも、これは下がってるね。マイナスになってるね。なるほどね。まあ素材を集めたらまたこっちに来て防具を作って、雷撃強そうだけどまだ素材が揃ってない。サソリが必要になってくる。そもそもサソリがどこにあるかもわかんねえ。ごめん、試してみるか。何見てんだよ。無事に帰れると思うよ。俺の番ね。試してみるわ。レベルが、俺がトランプが必要なんだよ。どうするかね。赤だから下がってるかと思うと上なんだよね。サブストーリーで手に入れるってことか。待って、俺春日何装備してんの今。鉄パイプじゃなかった？なんか鉄パイプ装備してんだけど、これだよな。あれ、ちょっと待って、鉄パイプよりも、あれ待って、これバットめっちゃ攻撃力低くなったんだけど。あれ、バット意味ねえじゃん。鉄パイプがめちゃくちゃ効果強いんだけど、なんで。まあいいんですけどね。ティガーはこっちで、こんばんは。なんか鉄パイプの方がめちゃくちゃ効果強い。バットが強化で強くなるってこと？どこに行ってんだ。やってみろ。気になって弱くなったよね。黄金バッター弱かった。ほらもうよ。あの仲間になった女の子は、あの今から会いに行きます。ほら三上君おやすみ。どうしたの？はい、北原君おやすみ。はい。青峰君おやすみ。どれ行くか。おんにゃにゃこどこキャンニャンニョ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 。さっちゃんキャバで接待中。ここや。なんだっけ？なんだっけ？中華パブリンリン。中華パブ倫理です。行くぜ。会員制だけど入れるぜ。ニーハオ、いらっしゃいませ。おお、兄もいらっしゃい。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ。おお、これはなか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 。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。んなことより手は。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。おお、よろしくな、ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。VIP 席から指名受けてそっちに着いたわよ。ネズミさんもこんばんは。VIP 席？左なんなのこの左の金髪は。ほら、奥にある部屋。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ？日本人。いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあ、なんで採用されたんだ？多分、VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？VIP ルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかやばい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いからみんなあの部屋には行きたくないのよ。アニカテみたいな喋り方してる。例えばリューマンの連中とか。そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから退入で入ったサエコって子があてがわれたわけ。はあ、かわいそうに。じゃあサエコは今あいつと。許せねえな。いい加減にしてよこの変態。店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。さっちゃん大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃあ変態だわ。やるならキスとかおっぱいももとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前らなんでここに？なんでってあんたに会うためだよテイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだ。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があって半品リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとはわけが違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ、知ってるぜ。でも本当にそうなのか。あんたでもう一回試させてもらおうと思ってな。何？やんのか？ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえんなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ一丁またここでやるか。待て、お前の実力は分かったな。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと組織の上の人間に俺がチクる。そしたらどうなるかな。てめえら俺を脅そうってのか？脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか？でもちょっと遅かったんじゃねえの？ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。やはり暴力で解決か。おいお前ら、来た来た仲間来た。俺とリューマンコケにしたんだ、生かしておくれ。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。うっすうっす、ハゲ勝負だハゲ。おい、邪魔すんじゃねえよ。変わらずやな。なめんなよ。来やがれ。なめんなよ。見てなさい。ザコが。なめるか。やろうぜ。しかしこれ全体攻撃だからすげえいいな。来いよ。やってやるぞ。見せてやるよ。見せてやるぜ。ストライクショット。やっぱテスパイプ強いな。きた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 。何も構えてない。店の中で何をしてんだこいつら。絶対負けない。やってやる。チャイナ。後ではなんかどっからが始まりの迷路だか知らねえような服着て。やってみろ。店めちゃめちゃじゃねえかこれ。店がめちゃくちゃやってみろ。なんなら火つけてる。なめないで。なめんなよ。これかわいそうだよ。店壊してるもん。逃げるならいらんぞ。よし見てなさい。完璧っていうかもうすぐしちゃってる。難波さんビビっちゃってる。ダメだ。俺の番だな。見せてやるよ。とどめさすと誰かが。俺の番か。おっちゃんの番か。いいね。だんだん理解してきたね。くたばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。誰がてめえなんかに。じゃ、チクるしかねえんだけど。待て。言えば、絶対にチクらねえって約束できるのか。ああ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよ。な？おめえを信用しろって、さいざいちょっと。めんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった。しゃべるってよ。お前らの聞きたいことは何だ。お、いいね。ソープランドの店長？なんで馬淵さんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接馬淵に聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人は馬淵さんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマーって呼んでいるの。確かに馬淵さんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？おいて、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺、中国語は喋れねえんだ。え？あんた、リューマンなんじゃねえのか。バカ。ハンピン・リューマンが結成されたのは、俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は、生まれも育ちも日本だ。だから、その世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんて、ニーハオとシェイシェクラのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシの方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンにゃ字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。マブチってのはどんなやつなんだ？マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ、死ぬほど勉強して一流の大学出て、中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんかマブチさんと口も聞いたことねえよ。じゃあマブチの居所は知らねえよ。電話番号はだから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。本当に知らねえんで。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かにわざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。たくお前も散々痛めつけといてひでえようだね。だっておめえリューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。まあいい、もう行っていいぞ。お前ら。あ？なんだ？どうせいつか俺のことチクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。何を？俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくて、お前に手荒な真似をしちまった。で、お前は被害者面してるけど、元はといや、お前がやった悪さが原因だろ。まあ、でもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ、チクらねえって。嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえからとっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。他になんか知ってんのか？俺の知ってることといえば、そうだな、マブチさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎが販品貿易講師だ。販品貿易講師？まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってマブチさんの会社から仕入れてる店がある。マブチは中華街が嫌いなんじゃねえのか？そりゃマブチさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街のやつらは誰もマブチさんの会社を相手にしなかった。だけど販品貿易講師の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはマブチさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今やマブチさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それがマブチの一番太いしのぎか。ってことはその販品貿易講師にマブチは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥に販品貿易講師の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、マブチさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バカ、荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。よし、俺たちもやってみねえか、販品貿易講師のバイト。いやでもやったところでよ、マブチに会えるかはわからねえんだぞ。とはいえ今つながる線はそれしかねえ。そうさ、直接会えなくったってマブチにつながる何かが見つかるかもしれねえだろ。それに乙姫ランドが潰れてみんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若い奴らだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。宿っちゃくれねえぞ。なるほど、じゃあまたあの人に頼むしかねえな。だな。ハロワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。お給料もらいながら情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。おう、グレープガムさんもいらっしゃる。あのよ、このよう、ん、そのよう。俺がホームレスから金を取り上げてたこと、本当にまぶしさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよ、まぶしさんは。何度も言わせんだよ、大丈夫だ。でもあんたもなんで急に反品貿易行使の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら仮になっちまうからな。いい人や。だからよ、借りたなんてよ、やめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとよ。このハゲ。それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。ああ、今度からはキスとかお触りだけにしとく。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。でも次会う時こいつ生きてんのかな。結構ベラったけどね。おやおや、またですか。タンクトップ率多いなお前。わかった。寝ちゃってた。まあその時はアーカイブを見てくれたらいいと思うぜ。行くぜ。ああいうキャラクターってなんか突然次なんかもう横浜湾あたりにも沈められてそうだね。おいめちゃくちゃいるやないかお前。めちゃめちゃいるやんあそこに。俺はちょっと避けたいな。あの人数はちょっと時間かかるな。あれ、行き止まりだこれ。なんか落ちてるし、ちなみになんか釘。だってめえ、何見てんだよ。やだもう怖い。なんかいろんなとこにいるな。おう、エルちゃんはこっちこんばんは。これ、まあ、チンピラ多すぎでもういいや、もう俺もうスマイルバーガー入るわ。ああ、こっちじゃない、こっちだ。とりあえずなんかみんな食いたいのある？どれ食いたいの？うん、どれがいいの？とりあえず俺がおごってやるよ。少ないかもしれないけど。腰が張るぜ。いらっしゃいませ。ゆうりくんはこっち。おすすめ食べるって1300円するんだけど。何がいいかな。ビッティバーガーとウィッティエッグバーガーってあるんだけど。じゃこれにするか。うん。このビッグマックと、このアイスレモンティーつけといてやるよ。ほらよ、俺のおごりだ。いただきます。俺のおごりだ。いただきます。やっぱりシンプルなハンバーガーが一番うめえな。うますぎる。そりゃまあ王道だからな。最近じゃあラーメン屋でも牛丼屋でもいろいろ新メニューを出してるだろ。最初は物珍しくて頼むけど結局はいつもの定番メニューに帰ってくんだよな。ラーメンならシンプルに醤油、牛丼なら並盛りってか。ああ、それがうちの近所のラーメン屋と来たら最近カレーにパスタとか出し始めやがってよ。へえ、手広くしたのか。そのせいか定番の醤油ラーメンまで味が落ちやがってな。客も離れて閉店ガラガラよ。へえ。目先の利益にとらわれて基本をおろそかにするとダメってこったな。なるほどな。まあこのハンバーガーがうまいうちはこの店は大丈夫だな。だな。お、絆レベルが上がんのかこれ。この会話をすることによって。ごちそうさまさん。やったぜ。ありがとうございました。よし、体力も満タンだぜ。あとは向こうに向かおう。おっさん同士の会話だよね、完全に。セガどこなの、セガは。セガはどこなんだ、セガは。またチンピラいるよ、あれ。戦わなきゃいけないのか。しかしめっちゃいるな、これ。ここしか道ないぞ。こっちが行けないかな。ごめんよ。あれ、さっきと同じとこだ、これ。戻ってんな。ちょっと遠回りしていくか。よし。おっと。3人、4人か。4人だけか。もう見つかっちまったな。もう本当に街のチンピラくんちゃんともう。よし、行くぞ。ほら。やってやるぞ。なめんなよ。北島くんおやすみ。今ね、龍が如くはね、なんて言うんだろう、今までの龍が如くシリーズをやってる人からすれば、永田くんおやすみ。なんかこうちょっと違う感じがするかもしれない。なんか RPG 形式。レベル上げするよ。だけど今回 RPG になったからね。この辺だよね、バックワンなの。物語のストーリーとかに関してはもうやっぱ最新作なだけあって面白いけど、前みたいにこうスムーズにアクションができるかと言ったらちょっとできないかな。なんかもう出会ってすぐ戦闘っていうわけじゃないからね、今回。買うか悩んでるのであれば買った方がいいかもしれないね。悩むのならばやっぱやった方がいいかもしれない。悩むんだったら。やべえ、チンピラ固まりすぎだな、あれ。全員かかってこい、お前。私の番ね。見てなさい。俺の番だな。じゃあこっておきだ。悩むんだったらね、買った方がいい。浜口くんおやすみ。ほら来いよ。新ピラが多すぎ。私くん止血したな。大山くんおやすみなさい。三谷くんおやすみ。とっておき。進めんだ。橋口くんもおやすみなさい。今は戦闘が楽しいっていう人もいれば、例えばこのゲーム例えばなんかいろいろとパチンコもできるしキャバクラもできるし、なんか他にもいろいろ遊べる要素がたくさんあるから長期で遊ぶんだったら全然いいんじゃないかなと思うけどね。いいぜ。危ねえ危ねえ、今ちょっと一瞬悩んじまった。どうしよう、9000円か、でもみたいな。これなんかゲームセンター、ゲームのなんかあるけど、これは関係ないのかな。ちょっと指名だけで9000円ちょっと高くねちょっと考えたんだけど、今どうしよっかなーって。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、すっかり自分の部屋みてえだな。なんかいいわね。え？何が？あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか？実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし帰ろうぜ。サイコも夜道は気をつけてな。大丈夫だよ、あいつなら襲われても追い返すぜきっとまあね、襲ってくるやつがかわいそうって話、間違いねえ。じゃあな。あのよ。あれ？忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え？そんな部屋でもよけりゃ来ねえか？いいの？おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。ん？なんでもない、ありがとう。さすが絶対モテるもんな。普通にお似合いだと思うけどね。で着いたと。ここって、まあそういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を間借りしてんだ。知らなかった、友人町にこんな場所があるなんて。おう、ついに女を連れ込むようになったか。誰の女だい？ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよおばちゃん。おや、そうかい。うん、私はねこいつらにかけたので、私も命を預けようって決めたの。そういう関係なんだよね。うん、さっちゃん大丈夫か、そんなこと言って。いい女に言わせたんだから、あんたたち後悔させないでよね。もちろん全力で頑張らせてもらうぜ。ええ子やで。ええ子や。突然のツンデレ要素がなかなかいいですね。これ仲間4人、これなんかさ、右下にある4人のうちのなんか隣またもう一人来そうだけどね。楽しみやな、仲間が増えていくのは。ちょっと。マジか。ねえ。ハロワ行きましょう。ハロワ。はあ、ハロワー。そうだね、なんか他にもなんかありそうだよね。なんかね、ダウンロードコンテンツとかでね、なんか桐生さんの、あ、お先に寝ます、おやすみなさい。ダウンロードコンテンツでね、桐生さんの格好とか、なんかいろんな格好があるらしいから、ちょっとその辺もチョイスしとくわ。サブミッションの回収もしたいね、後でね。着いたぜ、ハローワークに。ハローワークに着いたぜ。よし、ここや。お、バイトの求人が来てる。荷下ろしの。いいね。なんだ。おう。今日は水曜日ですよ。うん。ん？ああ。うん。はい。寝るしてく了解。さあ早く仕事を俺に紹介してくれ。うん？そう。探し。なんか今回なんかバイトやら何やらなんかいろいろあるなあ。うん、わかった。仕事してお金を稼げってことやる。要はこのゲームって、春日というものですが。知ってます。所長のお気に入りの元ホームレスの春日さんご一行ですよね。乙姫ランドが営業停止になったから新しい職を探したいってことでよろしいですか？あ、はい。その、どうすればいいですかね。まず所長を通して以外のご利用は初めてかと思いますので、こちらの施設の概要を説明します。はい、よろしく頼みます。では説明します。なんだこりゃ。あ、転職だ。ハローワークでジョブを変更する転職を行うことができます。トーリーを進めることでジョブは増えていきますが、ジョブごとに設定された転職条件を満たさないと転職できない。転職するとジョブごとにユニフォームを着る。このユニフォームは自由に選択することができるらしい。と、まあこんなところですね。ご紹介できる職種は皆さんの経験や経歴次第で増やせるかと思います。まあ現状は少ないかと思いますが、それが現実ということで受け止めてください。はい。今皆さんに紹介できるのはこんなところです。何ですか？変えるも変えないも皆さん次第なので自己責任でどうぞ。ほう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 。用心棒、ダンサー、転職ができるらしい。あれもね、 HP が下がったりとかしてるね、攻撃力とか。このホストってめちゃくちゃ気になるんだけど、めちゃくちゃ HP 減るな。料理人とかになれるんだね。でも今のやつよりも攻撃力だいぶ減ってるな。フリーターが一番、フリーター勇者が一番強いんだけど、ジョブによって使える技がだいぶ変わってくるってことしようわ。これなんだこれ、特別衣装、なんか清掃担当とかあるで。ダンサー、ノーマル、なんか、いや色は変えれるってことか。用心棒強そうやな。ランク上げていくってことか。なんか木刀お土産って語ったよ今。なるほどね。こういう風にやってけってことか。ジョブをチェンジして強くなってけってことか。難波さんは？難波さんもダンサーになれるんだ。顔は変わんねえんだな。はは難波さんは緑なんだね。ストリートミュージシャン、あ、これ HP3 つしか変わんねえな。足立さんは何になれんの？なんかスネークの格好ないのこれ。この辺は一緒なんだね。用心棒はなんかあれだね、攻撃力がだいぶ下がるんだね。占い師はまだ使えないね。解体屋、まあでも刑事の方がやっぱりダントツ強いね。 HP も攻撃力もだいぶ違うし。キャバ嬢、何これ、アイドルになれるんだけどなんかアイドルになれるんだけど、キャバ嬢、ここでジョブチェンってするのか。ストリートミュージシャン、これこれなれないのこれ。レベル20になんないとこれ慣れないんだけど、これケツなレベル4以上、マジかよ。なるほどな。こんな感じで職を変えればいいのか。転職をご希望される場合はまた私に話しかけてください。まあ転職は何度でもできますし、前の職種に戻すことも簡単にできます。これだと思う職を見つけるまでは気軽にいろいろ試してみてもいいかもしれません。分かった。なんだ結構簡単なんだな転職って。いいえ、簡単に転職できるような仕事しか今の皆さんには紹介できないというだけです。転職も世の中もそんなに甘くはありませんから、勘違いのないよう。はい、肝に銘じます。とにかく絆レベルを上げねえと。説明は以上です。あと先ほど所長と話されていた横浜貿易工事でのアルバイトの件ですが、先方から採用 OK という連絡をいただきました。来たかい、ついに。本当か？ええ、すぐに来てほしいということですので現地へ向かってください。作業場の倉庫は浜北公園のさらに北にあるんですが、歩いていくのは厳しい距離なので神内駅から電車で行くといいですよ。わかった。ありがとうよリリカちゃん。また転職相談に来るからよ。これからもよろしく頼むぜリリカちゃん。まあそれが私の仕事ですから、お気軽にどうぞ。よっしゃ行くぜ。駅だ駅。でもジョブチェンした割には、あ、そうか、先頭になればジョブチェンすんのか。とりあえず駅にいて、駅に向かおうぜ。転職するなら、待って、これどこだ、これこっちか。どっかでちょっとチンピラに絡まれに行こうぜ。の前になんか落ちてる。安物のプラスチックか。お、ちょうどいいカモがいるじゃないかよ。喧嘩売りに来ました。もしかしねえぞ。俺の番ね。どう変わるんだろうなこれ。ギタークラッシュ。じゃあ手を切れよ。お、まあまあ強いぞ。どうするかね。やってやー。とっておき。おい、来た。ギターなんだね。なるほどね。難波さんはギターで戦うんだ。ストリートミュージシャン。一応ストリートミュージシャンだ。アイドルちょっとどうなんだろう。ジョブ的にどうなんだろうね、アイドルの。何見てんだよ。アイドルのジョブ的にどうなんだろうな。あ、でもあれ使えるよね、武器。武器屋で武器使えるやん。おい、ちゃんとや。ぶっ飛ばしちゃおう。ぶっ飛ばしちゃおう。よし。なめんなよ。なめんな。ビビってんぞ。封印されたって出てるね。おお、よけた。CD リリースってやつ。そういうことか、そういうことか。やんのか。なめんなよ。行くぜ。君雑魚じゃねえ。見せちゃうよ。ビビってんの。私の番です。来てやるよ。なるほど、アイドル攻撃は5条からも。俺の番だな。ビビってんの。とっておきだ。どうなんだろうな。やばい、ナンバスやられた。どうするかね。ほら来いよ。転職にもちょっとあれだな、前の方が強かったな。君雑魚じゃねえ。ほら来いよ。じゃあ行くぞ。せてやるよ。こいつを食らいだ。ああ微妙やなこれ。やってみろ。絶対負けない。なめんなよ。熱いな。やってやる。まあランク1だしね。やばいやばい、アイドル、うちのアイドルがちょっと待って、ゲームオーバーありえるぞこれ。先にこいつ倒してまうか。あと2人か。いやーちょっとこれ転職難しいな。転職システムのこのお金が取られたあかんな。レベルがちょっときついね。レベル1から始まるからちょっと厳しいっすねこれ。厳しいねこれ。ここで転職できねえんだっけ。ダメなんか。これはね厳いな。転職ちょっときついね。転職はちょっときついわ。まだちょっときついね。半分きついな。今のやられたわ。まだちょっと変えるべきではないな。うわーめんどくせえ。何見てんだこれ。やってやるぜ。おい来た。CD リリースするわ。逃げるなら今のうちだ。来てみろ。俺の番だな。ちょっとサイコと一緒にお金今半分取られたね。いやーちょっとマジか。うちのアイドルがやられちまった。これ厳しいな。ちょ待って、春日がやられるとマジでやばい。これだ。サンキュー。とりあえず春日だけやられないようにしないとあかんな。見てろよ。じわるな。ちょきついよね。マジできつい。よし。あとはこいつら2人だけだ。主人公だけやられないようにすれば。やんのか。かかってこいよ。おい来た。俺の番だな。これでレベルが上がるとあれじゃないの。これでランク2になったのか。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったが成長できるとはな。どうするみんなこれ。ちょっとアイドル系微妙だなこれ。主人公春日はどうなんだろう。一番使えるとするのであれば難波さんなのかな。どうなんだろう。全員変えるのはきついね。変えるのはきついから春日を変えて、春日は普通のやつに戻して、ああ、お金を先にもう ATM に預けるってこと？何かサエコはね、多分ね、アイドルじゃない方がいいな。キャバ嬢の方だとどうなんだろう。でも手玉に、あ、左にちゃんと書いてあんのか。体術系かな。この人はおそらくそうだね、 CD が一番火力取れてるもんな。難波さんな、まあ難波さんこれでいいか。まあこれに変えとくわ。うん、足立さんはとりあえず、あ、足立さんこれしかないのか。お疲れ様でした。よし、オッケーです。ごめんよ、お金預けたいな。どこだったっけ、コンビニに寄りたいな。おいしい、やっとおいしい。コンビニに寄りたい。コンビニ、あ、待って、これはダメだ。コンビニエンスに寄りたいんですよ、私は。私はコンビニエンスに。そうだね、ストーリー的にはね、ストーリー以外でやるときはちょっと上げとけよ、レベル。コンビニエンスはどこだっけ。どこが近いのこれ。どこも遠くね、どこも遠くね。これ近いとこ、ここなの。いやー、結構距離あるな。でもお金預けないと、もし負けた時、あ、でも負けることないかな、大丈夫かな。負けることはなさそうだけど、これに変えちまったから。おっとごめんよ、おっとごめんよ。チンピーラー、おい、何見てんの、頭かち割るぞ、バカ。いてねえぞ。よし、やはりこっちの方がいいな。俺はこれよ、こっちはもう最初からレベル上げてるからな。一応預けとこうぜ。野沢くんおやすみ。コンビニってさ、横浜2つしかないんだけど、これやばない。カラオケあるし、カラオケ入れねえし、コンビニあったし、ついでにおにぎり買うか。何、隣のやついらっしゃいませ。あ、そっか、あれか、ちょっとおにぎり買うわ。ありがとうございました。で、コンビニの ATM にお金を預けると。お金を預ける。所持金が6000円ってまずくね。いらっしゃいませ。あとはこれでようやく、今所持金俺今持ってるの0円だからね、やられても全然 OK よ。あとはその駅に向かえばいいのか。駅遠くね。駅遠くね。何、チンピラからお金を巻き上げるしかないのか。そうだね、1円も今持ってないからね。あ、ちょうどいいや。前のさ、龍如くだったらさ、むちゃくちゃお金稼いでたんだけど、いた。ここ駅っぽいな。今今までの龍が如くシリーズって嫌でもお金さ、ヤクザでもなんか万件落としてくれるからさ、3万落としましたとかさ、今回は本当に何百円しか落とさないからね、このゲーム。マジかと思ったわ。遠くね、吸いたくね、駅遠くね。よし、ここや。これ切符買うんやな。出発。よし。タンクトップ多すぎやお前。お前らさっさと動け。おい、急げ。すぐに次の荷物が来るぞ。仕事しなきゃいけないんだよこれ。荷物が来たらコンテナから下ろして発送地域ごとに置く。仕事はそんだけだ。もたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからな。おい女。はい。読み書きはできるか。はい。足し算と引き算はできます。よし、お前は事務係をやれ。わかりました。おら！すげえ。じゃあ力あるね。すげえな、足立さん。こんなもんへでもねえ。だけどあんま無理するとスタミナ切れちまうぞ、あいつみてえにな。情けねえな。ちくしょう、なんで最後だけジムなんだよ。俺だって足し算くらいできるっつうの。おい、箱の中身を見てみようぜ。なんだこれ。こいつはフカヒレだな。一級品か、それとも三級品か。俺が分かるわけねえだろ。こっちは干しアワビだな。食ったことねえが高級食材だぜ。なんだこれ。ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。知らねえよ。日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使ったりするけどな。おいそこ、何してる。すいません、今すぐ仕事に戻ります。いいか、荷降ろしが終わったらタンカーから営業担当が伝票を持ってここに来る。営業担当の人？俺たちに商品を売った人間だ。営業担当が持ってくる伝票に書かれた金額を払うのがお前の仕事だ。很高兴这次的合作十分顺利。こいつが伝票だ。ちょっと、私中国語なんてわからないんだけど。構わん。見るのはここ、金額の欄だけだ。そしたらこの金庫から金を出して渡す。谢谢，我下星期也会再带好东西过来的。谢谢。今のって日本円でいくらなんですか？800万円ってとこだ。800万を現金払い？中国人民元での現金一括払い、それがうちの売りだ。売り主からしたらめんどくさい手間が省けてすぐに金を手にできる。多少買い叩いても。本土の連中がうちに品物を卸したがるのはそういう理由だ。なるほど。分かってると思うが、金をくすねようったって無理だぞ。倉庫の中のものは全て管理されているからな。もしも妙なことをしたらただじゃ済まんと思え。まさかくすねたりしませんよ。なるほどね。お、終わりか。おう。マジか。おい。どうなることやらな。どうなることやら。この先が内容がすごく楽しみですな。よし。何これ、自分で帰れってこと？これそう。また俺と俺帰るのこれ。またヤンキーに絡まれるんだけど。ほら言わんこっちゃない。なんかいるし、あそこに。何も見てません。何時ぐらいまで夜やってるの？一応この輪では終わろうかなと思ってるんだけど、これってまだ結構かかるのかな。やべえ、パチンコ屋あるじゃん。てかゲーセンとかあったらもう普通に寄ってみたい、寄りたいんだけど、時間がいくらあっても足んねえなこのゲームは。ちなみに俺9時50分ぐらいから始めてやってて、今12時40分。俺2時間以上やってんのか。何見てよ。イラつくんだよ。俺は今機嫌が悪い。何見てんだ。何見てんだおい。俺も飯が食えないようにしてやるよ。俺の番ね。俺の番だぜ。どきなさい。はい、増田君、おやすみなさい。ゆっくり寝てなさい。中山君、おやすみ。俺の番か。ほら、来いよ。武田君お休み約3時間ぐらいやってんのか俺。岡村君、また前方にまだチンピラどもがいるんだけど、どんだけいんだこのゲーム。何見てんだよ。かしてんじゃねえぞ。チンピラどもが。ほら来いよ。あ、チャリンコ器物遊んだ、器物遊んだ。今井君、おやすみ。俺の番だな。小沢君おやすみ。小栗君か。よっしゃ。はい、奥山君おやすみ。絶対負けない。はい、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 いくよ。はい、富田君おやすみ。勝ったな。決めました。買います。いいですね。迷うんだったら買った方がいいですね。まだまだゲームセンター行ったりとかできるし、パチンコも打てるし、麻雀も打てる、キャバクラも行けるし、あとはなんかこれは戦闘システムは一応これですけど、なんか他にもいろいろ遊ぶ要素はたくさんある。他の店も行ったりとかできるし、てかゲーセン行きたいんだけどゲーセンどこにもねえし。ありがとうございます、グレープカムさん。まあ、とりあえずシャンプーかと思ったらもうローションだったぜ。ふう、気持ちよかった。俺キャバラかい、キャバクラもう風呂上がってたのか。すまねえ。別に男の裸なんて見慣れてるわ。まあそれもそうか。足立さんとナンバーはまだお風呂でしょ。それより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど、今日販品貿易公使が仕入れた食材だけど、仕入れ値はどれも結構高価ね。普通に一級品の価格だわ。ってことは買ってるのは三級品じゃなくて一級品。食品偽装じゃないのか。村本にしか目に行かない。多分現金一括払いだから多少は値引きされてるけど、買い付けに関して怪しいところがないのを見るとその線は薄いわね。マジか。でも問題は売値なのよ。売値？例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？儲けを足して2万とか。ところが販品貿易公使は1万円で売ってるみたいなの。え？ 1 万で仕入れたものを1万で売るって、それじゃ何の儲けもねえじゃねえか。そういうこと。ボランティアでやってるとしか思えないわよ。そんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろう。それがあの会社は潰れるどころか年々利益を上げてるのよね。どういうからくりになってるのかはまだわからない。今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね。帳簿って？怪しいとすれば脱税とかかもね。調べる価値はあるわ。あんま無茶すんなよ。あそこのやつらは半品リューマンなんだ。へえ、私のこと心配してんの？私なら全然大丈夫。心配だよ、当たり前だろ。当たり前？そうさ、俺たちは仲間なんだから。仲間なんだから当たり前か。なんか変か。正直言うとね、仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったから。そういうのって映画とか漫画とかそういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね。少なくとも私には縁のないものっていうか。そんなわけねえ。実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえか。そうよね。そうだよ、ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。え？それってテレビゲームの？おう、でも実際そうだろう。変な人。変で結構だよ。どうせ俺は。ありがとう。あんたたちの一番の仲間に入れてくれて。ん？どうした？なんか深刻な話か？はあ、まさか。今からまだまだ大変だぞ。よし、今夜景気づけにここで一杯やろうぜ。でも打ち合わせがよ。店長の形見の大入れあるだろ。ダメだダメだ。俺は大切に取っとくんだ。ケチくせえこと言うな。店長だって天国からいいよって言ってくれてるって。勝手なことばっか言うなよ。それは俺が絶対に許さん。足立さんは先のこととなると人が変わるんだよな。いい雰囲気だねこの二人。山にもこんばんは。もうお前ら付き合っちゃえよ。もうお前ら付き合っちゃえ。違法風俗反対。出たー。一人町から撤退せよ。ブリーチジャパン出て純白柔軟財団。なんだよこれ。ここは廃業したってのに今さら何の用だ。皆さんご覧ください。この不潔極まりない建物。そうソープランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。おおこの町に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。この一体全てのグレーゾーンを浄化していきましょう。おお、この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、まだいたんですか。我が町の害虫の皆さん、お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店は閉めたんでしょ。あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。そうだそうだそうだ。ほら聞こえだろ。消えろや寄生虫。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん。チンピラの本性がむき出した。いまだに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる。時代錯誤も甚だしい。今日はもう店じまいだ。とばっちりが来るぞ。くそ、肝心な時に清流会は何やってんだ。みかしめ取ってくだけで役に立ちゃしねえ。さっさと出ていけ。お前らみたいなのが社会を悪くしてんだ。社会の敵、犯罪者。さあもうこの町から出て行ってくださいよ。こちらの店長さんはよくわきまえられていたじゃないですか。自分の振りまく悪臭を止めるために自らの手であの世に旅立たれていった。なんだと。野々宮と言いましたっけ。常々見ているだけで気分が悪くなる人間でした。だからどうしても彼の死を悼む気持ちになれないんです。首をつったあの男の姿を思い浮かべると大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますね。何するんだ。消えな、クソ野郎。よせよ。ダメだぜ、さっちゃん。なんでよ。バカが、もう遅い。警察に通報してください。今のは立派な暴行事件だ。こんなやつにはビンタじゃ足りねえよ。え、クソ野郎。こんぐらいやろ。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。何これ硬いのこいつら。お、バット持ってきた。なんだバットなんか持って野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね、支部長。当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな。行け、同志たち。全ての汚れを漂白だ。ブリーチング。ブリーチングってそういう意味の。一人だけ筋トレしてる。うわ、ブリーチジャパン来たぞこれ。え、それで攻撃してくんの。してみろ。やってみろ。かかってきなよ。よし、行くぞ。やめないでくれる。じゃあかかってきなよ。みんなレベル14なんだけど。おっしゃ、行くぞ。とどめだ。俺の番ね。よし行くぜ。いいよよ。手置き。よいしょ。山根君、おやすみなさい。してみろ。やってやろう。はい、溝口君おやすみ。やんのか。行くぞ。行くぞ。ほら来いよ。よし、気絶したの一人。おい、来た。さあ、見てろよ。ダメだよ。ハト強くね、これ。ハト強くね。やってみろ。見せてやるよ。どうするかね。行くぜ。ぶっ飛ばしてやる。いい、川瀬君おやすみ。気絶中。ほら来いよ。これで元通りだ。俺の番ね。舐めないでくれる。見てろよ。してみろ。よし、行くぞ。とっておきだ。横山君おやすみ。来た。また来るのこれ。脅迫してあげましょう。こいつら結局同じじゃねえかよお前ら。クメ倒すか。クメ弱えな。クメ君弱いね。クメ君。してみろ。俺の番だな。絶対負けない。見せてやるよ。リーダー、おい、リーダー倒れたぞお前。リーダー倒れたぞ。とっておき。見てろよ。おい、なんだ横田君。どうしたんだい。行くぜ。行くぜ。私の番。なさい。よっしゃ、一つ上の。またいい女になっちゃった。倒したぞ。誰か警察を呼んでください。我々はこの連中に暴力を振るわれました。帰れ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 。これで済むと思うな。今日の記憶は我々ブリーチジャパンの団結を強める。もう手加減はないからだ。さよなら。ざまあみろ。二度と来んじゃねえ。ここは私たちの町よ。よくやったぞお前たち。見ててすっきりしたぞ。オンに切るぜ。ざまあみろっての。いい気に。死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよ。でもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね。迷惑なもんかい。あれで吹っ切れて連中の本性も分かったしな。それにもし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いやー久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ役立たずの清涼会に見せてやりたかったね。よせって褒めすぎだよあんたら。いや俺は今日の件で思い知ったね。結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだ。ヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられんだよな。清流会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだ。オンに切るぜ。あんたらがいりゃ俺からも一緒にしてろ。またスカッとやっつけてくれ。いいね。ん？なんだ？もしかしてこれ営業するやつかな今度俺が。お休みかな。野々宮さん。鎌滝ですけど。何か用でも？もしかして面接希望とかですか？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。いや、ひょっとして知らない？はい？その野々宮さんは亡くなったんだ。え？おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。なんかオーナーになるのかな。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて何かあったかとは思っていたんですが、まさかなくなっていたなんて。あ、おやすみなさい。まあ、そりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は？私はエリ。一番製菓という会社で社長をやってます。エリちゃんか。社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番製菓っていいな。俺も名前一番って言うんだ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番おいしい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？赤崎も休み。野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存じない？ああ、だって姉ちゃんの会社一番製菓ってことはお菓子屋だろ？風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。美人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。そこそこけど実は3年前父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。ほんと、父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直して、このうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。いや、しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？野々宮さんめっちゃいい人だったよ。偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？突然のサブストーリー。偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから、うん、さてじゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。なんか訳ありっぽいな。でも会社はどうするの？閉めようと思います。私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろう。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ。悪いやつらに騙された私がいけないんです何やってんだろう私。そうだね、なんか引っかかるよね。本当に情けないエリちゃん。よし分かった。絶対言うと思った。何が？姉ちゃん安心しろ。あんたの会社俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。え？いいんですか？おうどんと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて運命感じるじゃねえか。なあお前何言ってんだよ。本気か？だってよこのまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。めんどくせえ性格してんな。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。分かってるさ。だけどよ野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ、それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん恩返しかお前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。ってあれ足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。おお、やっぱ俺だけ？春日さん、本当にいいんですか？なお、男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます、春日さん。おう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？わかった。よっ、春日社長。よっ、春日社長。よっ、春日社長。お前らな。で、これで会社を見に行くわけだ。でもなんかちょっと怖いな。ね。ここがうちの会社です。1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。へえ、昔からここなのか。はい。ただ騙される前は従業員も多かったから、もっと大きなビルに移っていたんです。結局身ぐるみ剥がされて、また元のこの場所に戻ってしまったんですけどね。さあ、事務所は2階です。ついてきてください。なあ、仲間になるったって何で攻撃するの？せんべい投げんの？へえ、ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。おお、エリちゃん、おかえり。この人がメールで言ってた？そう、春日さん。野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになったの。春日さん、私の祖母です。私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。鎌滝トメじゃ、よろしゅう。トメさんか。春日一番だ、よろしくね。トメさん、うん、ちょっと年がいっとるし変な髪型じゃが、骨太でいい筋肉をしておる。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。人の話聞いてた？さっちゃん怒るぞ。本当にもうすみません、春日さん。いや、なんだ？突然の鶏。おお、なんて鶏が？その子はうちのペットのコケコッコです。会社のマスコット的な存在でとってもいい子なんで安心してください。こいつ用の座布団だったのね。美味しい卵も産みます。おお、よろしくな、コケコッコ。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか？わかった。経営側に経営すんのこれ。マジか。さあ、ということで皆さんね、いいところなんでございましょうが、もう1時半になってしまいます。この辺で終えますか。今日はこの続き見たいところでありますけども、次は5勝目からだな。この辺で終わるか今日は。じゃあもうみんなもう1時半やで。もう我々もね、社会人の我々社会人もね、会社というものがありますんでね。あと学生さんたちはね、勉強というものがありますんで、そっちの方にもねジョブチェンジしなきゃいけないんで、終わりですね。続きはね木曜日やる。木曜日、この続きは木曜日やりますんでね。よし、じゃあ終わりますか。今日は、次は木曜日だね。木曜日にまたこの続きをやるよ。次は5章目からだね。木曜日の夜からやろうかな。さあ、終わろうということで、皆さん今日はこのまま終わります。今日はお疲れ様でした。皆さんね、高評価の方とピッと押しといて、ピッて高評価ワンプッシュピッと押しといて、あとチャンネル登録してない人はチャンネル登録のボタンピッと押しといて、ピッつって。うん。そうすると俺がジョブチェンジできる。ようやく。何にジョブチェンするかって言ったら YouTuber っていうジョブチェンしてるけど、じゃあ終わりますか。それじゃあ皆さんまたね。おやすみなさーい。それじゃあねー。おやすみ。いい夢見ろよ。